なんかかわいそうですね。思わず出てしまった自分の言葉にハッとする俺。目の前には俺の同情まがいの発言を受け、怒りに震えたわがまま社長令嬢。その結果、社長が俺にクビ宣言をした。わかりました。とうなずき、デスクの私物を片付けていると。俺の名前は増田博樹、27歳。健康食品の会社の営業部に所属している。俺の直属の上司は二つ下の足立主任。25歳と若くして主任を任されるぐらいの優秀な人。かと思えば意外とそうでもない。ただ、うちの会社の社長令嬢ってだけ。今までは別の会社で働いていたが、今年に入ってうちの会社に転職してきた。そして入社早々に主任の座に就いたのだ。へえ、社長令嬢ね。他の業界からの転職でいきなり主任になるぐらいだから優秀な人なんじゃないの？周りは期待を込めてそう噂をしていた。俺はその噂話に加わることはなかったが、内心では同じことを思っていた。だが、足立主任はみんなの期待を裏切って、むちゃくちゃな指示を繰り返すばかり。いくらこの業界が初めてだと言っても、さすがに横暴すぎる。過度なノルマの設定や理不尽な叱責、反論をすれば、社長の娘である私に逆らうの？そんな脅し文句が飛んでくる。足立主任の傍若無人に対して、上司である早川部長がそれをさらに加速させることに。みんな、ちゃんと足立主任の話を聞かないからダメなんだ。足立主任の言う通りにやっていたら、もっとうちの業績は上がるはずだぞ。主任のことをとにかく甘やかし、何かうまくいかないことがあれば、それを下の俺たちになすりつける。主任の指示が間違っていることを指摘しても、そこは部下のお前らが臨機応変に対応するところだろう、とかえって怒鳴られてしまう始末。早川部長は社長の幼馴染であることから付き合いが長くすごく信頼されている。そのため営業部では早川部長と足立主任には絶対に逆らえない。そういう暗黙の絶対ルールが出来上がっていたのだ。社内ではもはや敵なしといった様子の足立主任が特に怒鳴り散らす相手が俺。別に大きなミスをしたとかそういうわけでもなく、むしろ理不尽に怒鳴られるケースが多い。俺が高卒でこの会社に就職してからもう10年近く経つ。仕事に関しても人望に関してもそれなりのものを築いてきたという自負がある。ああ、足立主任さえ来なければ、増田さんが主任になっていたはずなのにな。絶対そっちの方が良かったと思う。と、嘆く社員も多かった。きっと、そんな発言は主任の耳にも入っていたのだろう。増田さん、この件なんですけど、少しいいですか？後輩に質問された俺が、指示を出していると、鬼のような形相で怒鳴り始める。ちょっと、勝手なことをしないでちょうだい。ただ長くいるってだけの高卒社員の指示なんて仰がずに、主任である私に聞けばいいでしょう。後輩社員は、やってしまったとばかりに首をすくめるが、足立主任の怒りは完全に俺の方に向いている。大体あんたね、出しゃばりすぎなのよ。もう少し立場ってものを考えることはできないわけ？俺はそれから延々と1時間説教されることに。ようやく気が済んだ主任が俺を解放したのもつかの間、今度は早川部長に呼び出されてしまう。お前さ、もっとうまく立ち回れよ。
余計なことをしないで彼女を立てることだけ考えろ。部長にそう叱責された。だが、足立主任の無茶苦茶な指示で割を食うのは俺たち下っ端だ。指示通りやって叱責される後輩社員を見るのはあまりに忍びない。俺はどれだけ早川部長や足立主任に余計なことをするなと言われても、改める気持ちはなかった。そして今日もまた後輩社員が理不尽なノルマをこなせなかったことで、延々と叱責されている。なせばなるって言うでしょ。要は気持ちの問題なわけ。最初から気持ちで負けてるから、ノルマが達成できないんでしょ。足立主任は理想論ばかりを語り、その話は現実的ではない。今月トップの社員の成績は、翌月の最低ラインに設定される。ほら、こうすることで全体的に引き上げてくってわけ。結果が出せないのは能力が足りてないってことだし、その不足分を補うための努力も足りてないってことよ。したり顔でそう語るが、またもやノルマを上げられた俺たちの顔には、もはや悲壮感が漂っている。営業は確かに能力がものを言うが、それだけではない。キャリアや相手先の規模などもあるし、成果に差があって当たり前なのだ。主任は数字上での判断しかできない。それに現場を知らないので、成績が落ち込んでいる社員に対して具体的なアドバイスすらできないのだ。俺は呆れる反面、こうも思っていた。かわいそうだなって。誰も足立主任に現実を教えてあげることはできないし、何かあれば早川部長が全力でかばうだろう。君は正しい。何一つ間違ったことを言ってないよ。それで全てが済まされてしまうのだ。このままでは主任が自分の間違いに気づくことはないし、成長も阻まれ続けるだろう。そのことが哀れでしかない。暴走する足立主任による過度なノルマ設定で、苦しみが心身を崩している社員が増えたと思う。一人、また一人と戦線を離脱していき、人手不足で残されたメンバーは忙しくてひいひい言っている。だが主任は営業活動をすることがなく、ただ指示を出すだけ。空いた時間はスマホで SNS をやったり、雑誌を読んだりもしている。もちろん、誰もそれを咎めることはない。いや、できないのだ。必死で残業をしている社員たちを尻目に、足立主任は、これから合コンなのよ。そう言って、ルンルン気分でヒールを鳴らして会社を後にした。俺、もう限界ですよ、先輩。こんな状況には耐えられないし、もうやめようかと思っていて。後輩たちに、そう相談を持ちかけられることも多い。主任がこの会社に来る前は、今後のキャリアについて明るい顔で語っていた社員が、今やみんな死んだ目をしながら、ただひたすら耐えつつ仕事をしている。正直言って、俺はこの会社に入りたくて入ったというわけではなかった。大学に進学する予定だったが、父が体を壊してしまい、家族を支えるために就職をせざるを得なかったのだ。高校卒業直前、慌てて就活を始めて受かったのがこの会社だったというだけ。だが、仕事を始めていくうちにやりがいを感じ始めて、同僚に恵まれたことも、本当に感謝している。今ではこの会社に恩義を感じているし、この先もずっとここで働いて、少しでも多く業績に貢献できれば、と思っていた。だが、社長の一人娘である主任が、この調子で会社を継ぐことになれば、会社の存続さえ危ういだろう。俺が立ち上がらなくても、
きっと誰かが主任に物申してくれるはず。最初はそんな風に思っていた。だが、誰かがやってくれるだろうという他人任せな考えは無責任なんじゃないかって思うようになった。だから俺はあえて憎まれ役を買って出て、直接足立主任に苦言を呈することを決意。その矢先、人手不足で売上不足なことからノルマをさらに上げることを主任が発表した。営業部の社員たちの間には絶望感が広がり、もう辞めると言い出した社員もいる。俺は今立ち上がる時だと感じて声を張った。足立主任、これ以上のノルマ引き上げはどう考えても無理です。現実を見てください。急に立てつかれ、驚いたように目を見張った主任に、俺はさらに畳みかける。現実的なノルマは以前の数字が妥当だと思います。それに主任は、まずご自身で現場に出られてみたらいいんじゃないでしょうか。みんなを見回してから、まっすぐ主任を見据えて、こう続けた。このままでは社員たちが離職する一方ですよ。そんな俺の忠告に足立主任は嘲笑する。ねえ、あなた、私のことを妬んでるんでしょ？私が来なければ主任になれたんだからね。俺はそんな個人の感情で突っ走っているつもりはないし、営業部全体、ひいては会社のために言っているのに。すかさず反論しようとしたが、主任はその隙を与えてくれない。私に対する嫌がらせでみんなに仕事をサボるように指示してたってわけ？早川部長の言った通りね。自分の目で見て考えようとせず、社長令嬢である主任にこびたいばかりに、都合のいい話を並べる部長のことを信じている様子。もはや怒りを通り越して哀れとしか言いようがない。なんか、かわいそうですね。思わず出てしまった自分の言葉に、ハッとする俺。哀れみを込めた俺の言葉や表情に、何か思うことがあったのか、足立主任は急に激怒したのだ。ねえ、あんた何様のつもり？お父様に頼んであんたなんかすぐにクビにしてやるんだから。みんながハラハラと俺たちのやりとりを見守っていた。まさにその時だった。私に何を頼むって？そう言いながら突然現れたのは、まさにうちの社長だったのだ。地方支社の設立のため、長らく留守にしていたが、それを終え戻ってきたようだ。社長は、先ほどの一部始終を見ていたのか、俺を見て、哀れか、とつぶやく。そして何かを決意したかのように、お前はクビだよ、と告げた。自分でも覚悟はしていたつもりだが、社長直々のクビ宣言は、やはりショックが大きい。だが、その反面、最後に言いたいことを言えてよかった。そんな満足感もあったが、残される後輩たちが心配な気持ちもあった。はい、わかりました。俺は静かにうなずき、自分のデスクの私物を片付け始める。すると、社長が驚いたように声を上げた。増田君、君は何をしているのかね？いや、首とのことなので、私物を片付けていますが。すると、社長は、違う違う、と少し笑った。君じゃない。首はお前だよ、リオ。え？なんで私なのよ。突然、首を告げられて、足立主任は激高。私は社長令嬢で次期社長でしょ？クビになるのなんておかしいし、なんでそこの平社員をクビにしないのよ。真っ赤な顔でわめき散らす主任を見て、社長はやれやれ
とばかりに首を振ってみせた。確かに哀れだな。苦笑いを浮かべてため息をついた社長に、主任は、絶対に辞めないからね、そう言って怒鳴っている。社長は俺たちを見回して急に頭を下げた。いろいろと迷惑をかけてすまない。急な謝罪に俺たちが面食らっていると、社長はポツポツと敬意を語り始める。社長の知り合いの会社で働いていた足立主任が戦力外通告を食らったのだ。そしてうちの会社で引き取ることにした社長。自分としてはまず平社員としてこの会社や業界のことを学ばせ、修行を積ませるつもりだった。だが、そこに口を出したのが早川部長。リオちゃんは能力が高いし、最初から管理職の地位を与えて、上に立つ者としての力を養わせるべきだ。俺が面倒を見るから安心してくれよ。すると社長はその言葉を真に受けてしまったようだ。早川部長に任せて安心しきっていると、よくない噂を耳にすることに。部長が、娘をうまく利用して実権を握ってやる、と酔っ払ってはそう口にしているとのこと。そこで部下に実態を調査させると、主任が就任して以降、営業部の成績が右肩下がりで離職者も増えている。直接自分の目で現状を確かめるべく営業部に足を運び、俺たちのやりとりを目の当たりにしたってわけ。自分の娘可愛さにいつかこの会社を継いでほしいと思っていたが、能力不足なのは分かっていた。だがどうしてもその気持ちを諦めきれず、早川部長の言葉を信じてしまったんだ。本当に申し訳なさそうに小さくなって語る社長は、次の瞬間、驚くべき行動に。君たちには本当に申し訳ないことをしてしまったと思っている。この通りだ。どうか許してくれ。そう言って、みんなの前で土下座をしたのだ。床に顔をこすりつけるようにして謝罪している父親の様子にショックを受けて、その場に尻餅をついた主任。そのまま這うようにして近寄り、父親にすがった。首だけは勘弁して。私、本当はやれる人間なんだって。だが、社長は反応せず、俺が駆け寄って抱き起こそうとするまで、そのままの体勢でいたのだった。その後、社長の宣言通り、足立主任は解雇されることに。後任には俺が選ばれ、みんな喜んでくれている。増田主任、頼りにしてますよ。俺たち、増田さん、いや、増田主任にどこまでもついていきますから。そんな言葉一つ一つに、俺は力強くうなずき、闘志をみなぎらせていた。早川部長は降格の上、地方支社への左遷。左遷なんて不甲斐ない。私はそんな田舎になんてついていかないからね。都内を離れることを嫌がった奥さんとは別居することに。単身赴任をすることになったが、もともとあまり夫婦仲が良くなかったみたいで、後に離婚することに。あれから社長は、俺のことをとても頼りにしてくれている。私の後継者は役員の中から選ぶつもりだ。まだ少し先のことではあるが、その際には君の意見を聞かせてほしい。社長のそんな言葉で、自分がとても信頼されていることが本当にありがたいと感じている。君は部下からも慕われているし、この会社に対しても熱い思いを持ってくれているからな。これからも何かあったら遠慮せずに私に言ってほしい。社長のそんな言葉に、俺は、ありがとうございます。と深く頭を下げた。俺はこれからもこの会社や社員たちのために、尽くしていきたいと思っている。そのために自分が正しいと思ったことを恐れずに発信していきたい。それが自分の使命だと感じているから。